終わりました。ここもね、カルスイックっていう言葉がね、この中村さんのね、コマーシャルで、はいはい、進行したところからスタートするところがありますので、ね、この野球の十分意味で、このね、中村亜美さんの存在というのは、本当に大きかったですね。早い早いですね。これ、スタバで投げた時よりも早いですよね。やっぱりもう、結局男子ボールなんで、もうギュッと投げないと投げられないのがあるでしょうね。手加減ができないと言いますが。